大丈夫です。え、いや今ね、はい、すっごい光ってここ、はい、で何が起きるんだろうと思ったら、はい、あなたが現れたんです。うわ、え、人だ。はい、え、ここどこですか。ここはこういう風に穴です。穴、穴、穴ですか。穴です。あの穴に落ちる夢見ませんでしたか。見ました。ですよね。はい、穴に落ちる夢を見て、はい、大体の人は、はい、もう起きてしまうんですけど、はい、そのまま夢を見続けると、はい、こうやって多分夢の世界の穴の中にたどり着くことができるんですよ、きっとですけど。あの僕初めてなんですけど。あ、そうですか。え、あるんですか。僕はもう結構興味持ってて、はい、結構研究というと大げさなんですけど、はい、穴に落ちていろんな各国の穴に行ってみたりしてるんです。はい、でね、はいはい、今日みたいな、はい、コンクリートの穴っていうのはむちゃくちゃ珍しくて。珍しいんですか。それだけでもレアなのに。レア、はい、あなたが現れた。人とこうやって会うの初めてなんですよ。え、人が穴の中で。え、大丈夫なんですか。大丈夫だと思います。え、僕あの普通に家で寝てまして、はい、穴に落ちる夢を見て起きたらここにいるんです。そうです。まだ多分寝てるんです。え、え、大丈夫です。あ、すいません、あの外堀と申します。外堀さん。はい、僕はヤラです。ヤラさん。はい、あ、よろしくお願いします。あ、え、え、あ、いや、あ、じゃあ僕大丈夫なんですね。きっと大丈夫だと思います。あ、そうなんですね。あ、よかった。あ、よかった。なんだ、そうなんだ。よかったならよかった。でもね、こうやって人と会うこともすっごい珍しいことなんですよ。はい、本当に初めて。もう僕10回、15回、20回は行ってないと思うんだけど。20回20回は多分行ってる。そうですか。へ、ね、結構神秘的な穴ですよね。そうですね。これでもどう、あ、そう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 、僕ね、はい、はい、一個やってみたいことがあって、はい、こうやって人と会うことも本当にないんで、はい、そう、寝るとね、寝てまた穴に落ちる夢を見ればまた次の穴に行ける。はい、これを人とやってみたいんです。え、僕が一緒に行くってことですか。そうです。僕と一緒に他の穴に行ってみませんか。大丈夫ですか。大丈夫だと思います。方法も何もかもちょっと謎なんですけど、なんか手とかつないで、はい、一緒に寝て一緒に穴に落ちる夢見れば、はい、いけるんじゃないかと思うんですけど。そんなに穴に落ちる夢って見れるんですかね。まあ賭けですよね。わかりました。ちょっとやってみませんか。はい、はい、やりますか。じゃあちょっと手、あ、手、はい、はい、こう、こういいかな。そうですか。はい、わかんないですけど。はい、はい、ここ冷たいですよね、さすが。あ、そう、この上の光もすごいいい感じだし、うん、多分なんかまた新しい面白いものが見れると思います。わかりました。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあおやすみなさい。おやすみ。
1日。